素粒子物理学においてパートン模型または部分子模型とは1969年にリチャード・ファインマンにより提案された高エネルギーハドローン衝突を解析するためのモデルである。後にパートンは現在一般にクオークやグルーオンと呼ばれているものと同じものであることが判明した。従ってパートンの性質や間接的に付随する物理理論について より詳細な情報をクオークの項に見ることができる。値パートンしか感じない三段粒子とよりエネルギーが高く見、パートンを検知する三段粒子この模型では、ハドロンはパートンと呼ばれる天井構成要素からなるとされる。加えて、ハドロンが無限大の運動量を持つような基準形を用いるものとする。すると、パートンの動きは相対論的時間の遅れにより、 遅くなり、ハドロンの電化分布は、ローレンツ収縮を受け、したがって、入射粒子は、瞬時にかつインコヒーレントに散乱される。パートン模型は、ビオルケンとパショスによりすぐに、電子、陽子深部被弾性散乱実験結果に適用された。その後、クオーク模型を検証し、量子色力学における全近的自由性を、確認するビオルケンスケーリングの実験的観測が、なされ、 パートンはクオーク及びグルーオンと整合した。パートン模型は依然として高エネルギー近似において正当であり、長年にわたって拡張されている。パートン模型では、パートンは、ある物理スケールに対して定義される。例えば、ある長さスケールのクオークパートンはより小さいスケールでは、クオークパートン状態やグルーオンパートン状態、その他のより多くのパートン状態の重ね合わせで、 表現されうる。同様に、あるスケールのグルーオンパートンは、グルーオンパートン状態とグルーオンパートン、クオーク、ハンクオークパートンや他の複数パートン状態との重ね合わせに分解することができる。このため、ハドロンの中のパートンの数は、やり取りされる運動量が増えるにつれて、実際に増える。低エネルギーでは、バリオンは三つの値、パートンを、中間子は二つの値、 パートンを含む。しかし、より高エネルギーでは、海、パートンも観測される。クティック6パートン分布関数。MS 繰り込み処方を9イコール20で用いてある。グルーオン、アップクオーク、ダウンクオーク、ストレンジクオーク。縦運動量の逆数 X と分布関数 F の積を X に対してプロットしてある。いわゆる、強制因子分解の範囲内でのパートン。 分布関数はある縦運動量逆数 X に分解のスケール Q2 で粒子を乱す確率密度関数により定義される。パートンの自由粒子として観測できないという固有の非接動的性質により、パートン密度は接動的 QCD により完全に得ることはできない。しかし、QCD の範囲内ではパートン密度の変化を外部プローブにより提供される。 分解のスケールにおいて調査することができる。このスケールは例えば仮想性、Q2 の仮想格子、またはジェットにより提供される。現在の格子、QCD 計算の限界のため、基地のパートン分布関数は代わりに実験データにか観測量をフィッティングして得られている。実験的に決定されたパートン分布関数は世界中の様々な研究グループが公開している。 主な無変曲データセットには以下のようなものがある。ラプットフライブラリーは主要な PDF セットすべてに対応する使いやすいフォートラン C インターフェースを提供している。一般化パートン分布関数はパートン分布関数の変数に横運動量やパートンのスピンなどの変数を付け加えてハドロンの構造をよりよく理解しようという新しいアプローチである。古い名前として ノンフォワード、ノンダイアゴナル、スキュードパートン分布関数とも呼ばれていたことがある。これらは、周状態で、すべての粒子が検知される閉鎖プロセスにより得ることが、できる。一般化パートン分布関数の追加変数をゼロとする、ことにより通常のパートン分布関数を得ることができる。他のルールからは、電気形状因子や磁気形状因子、さらには、エネルギー運動量テンソルに関わる。 形状因子が GPDF に含まれていることが示される。ハドロン内部のパートンの完全三次元像も GPDF から得ることができる。ありがとうございます。